んでから言います。危ない危ない、ちょっと待って。なんか高め、割と高め中間にしてたけど、なんかあんまり良くないってことに気づいたので低めにしました。低めでも変わらない。あ、本当に前髪やばいんだけど、どうしよう、どうしたらいいですか。うん、切る。え、アイロンした方が良かったね、絶対。だって絶対これ配信中にすることじゃないと思うんだけど。こんばんは、メリークリスマス。見えないか。トナカイです。トナカイです。今日はトナ、今年のクリスマスはトナカイになりました。こんにちは、トナカイです。こんにちは、トナカイです。あ、ちょっとたくさんギフト。吉成さん、雪の結晶ありがとうございます。レモンさん、プレゼントありがとうございます。イルファンさん、ドルもありがとうございます。ハートもありがとうございます。マグロさん、ハートありがとうございます。サトちゃん、ハートありがとう。タキヤさん、かわいいありがとうございます。バジルさん、プレゼントありがとうございます。カメさん、雪の結晶ありがとうございます。ワンタンメンさん、プレゼントありがとうございます。サトちゃん、プレゼントとケーキありがとう。こんばんは。あ、確かに鼻隠しちゃえばよかったね。確かに。待って、ここにはそういうものが。え、待って待って、でもさ、こんなさ配信中にすることじゃなくない？待って待って、ちょっと待ってくださいね。あ、ない。あ、でも赤はないけどオレンジなら。あるけど朝の方がいいよね多分。え、怖くない？でもさ、これどうする、事故ったら。やめときましょうか。こんな、こんにちは。まず生卵番ありがとうございました。生放送でも TVer で放送されてなかったから多分見れてない方が多いんじゃないかなって思うんですよ。どうでしょう、そこは。わかんないけど、すごい。でもそうだから見てないよね。まだ見れてないよね。そうだよね、多分見れてない方が多いんじゃないかなって思うんですけど。そうだけど、いつか、多分わかんないけどですね。まあすごくね、初めてのレミ生放送だったんですよ。それですごい緊張してて、あとなんかさ、生放送ってさ、失敗ができないじゃないですか。だからすごい本当に緊張して、だけどすごい、いつもロケを一緒にしてる皆さんだ、いつもっていうか、まあ、3回もう一緒にしてる方々なので、すごいちょっとだけまあ緊張もほぐれたんじゃないかなと思うし、すごい皆さん本当に優しくて、リハーサルの時からすごい笑いが起こる子って言って本当に楽しくて、そうですね、すごい皆さんお優しくて、なんでしょう、レミーのことを立ててくれるというか、すごい本当に応援してくださってて、皆さん本当にいい方ばかりで、すごく楽しいです。はい、いい現場ですね。すごいさ、準レギュラーじゃないって言われるけど、そんなことはありませんよ。やっぱ帽子かぶった、これかぶった方がいいよね、なんか寂しい。そうだから楽しい雰囲気で生放送をすることができました。そう、ローカル番組ですね。
そうトナカイです。そうだから見れてない方が多いと思うので、また多分わかんないけど見れる時が来ると思うので、はい、そうぜひ見てほしいです。そして水曜日のダウンタウンありがとうございました。あのやっと配信で言いますね。この前配信してた時、配信した時はあの多分皆さん知ってたと思うんだけど、あのまだ告知していいよって言われてなかったから、そうあのコメント見てちょっとニヤニヤしてたぐらい、そうだから触れることができなくてちょっと本当に申し訳なくて、皆さんが出るのみたいな聞いてくださるけど答えちゃいけないのってちょっと心苦しかったんですけど、やっと前日に出演をするあの告知ができ、無事放送日を終え、そう皆さんどうだったでしょうか。いや本当にあのレミは最初からカメラないの、あ皆さん見ましたよね、これ大丈夫だよね、言ってもすごい、あの本当にねたくさんの方に見ていただいて、ツイッターのフォロワーもなんとあの600人以上の方が新たにフォローしてくださって、本当になんかすごいすごいなって思いました。ありがとうございます皆さん、あのフォローしてくださった方、新しく見つけてくださった方、そしていつも応援してくださったら皆さん見てくださりありがとうございます。そう本当に嬉しかったし、600人増えました、ありがとうございます。すごくそうなんです。でこれもう多分見てない方いらっしゃらないんじゃないでしょうか。だからそうカメラがないのは最初から気づいてたんだよね。あ裏話をしましょうクリスマスっぽくないけど裏話をすると、カメラないのはすごい気づいてたっていうか、オープニングを撮るときに、なんかカメラがなくて、待ってどこ見ればいいか分かんないってなって、でもこれリハーサルかなって一旦思ったんですよ。だけど共演者の方がどんどん進めるから、これ待って芸能人の方、有名な方の撮影ってカメラないんだってそう思っちゃって、そうだからでもそうひなちゃんとも話してたんだけど、どこあるって言ったけど分かんないって感じで、2人とも困惑してて、で普通に撮影が続くからみたいな、っていうか普通あこれでいいんだみたいな思っちゃったんですよ。そうだからあんまりロケに慣れてないのもあって、そうなんか最初あのおじさん最初おじさんがいることに全く気づかなくて、なんか緊張っていうかなんかさすごいレミのあのあれです、おじさんがいるなんかすごい不自然だなって思い出したのは、あのレミが食レポしてる時、あの放送された食レポしてる時に、そうなんか待ってこれ大丈夫と思って、絶対目合わせちゃいけないと思って笑っちゃうと思ってどうしようと思ってたんですよ。でもなんかすごい共演者のお二人がそういう感じだったから、待ってこれが普通なんだって思い込んじゃって、でもカメラ見当たらないしなみたいな、どこ見って言ったらいいんだろうみたいな、そう感じだったから、そうだからなんかねすごい洗脳されてたレミは。だけどさ後々気づいたら不自然不自然だったなみたいな、めっちゃ それでインサートでしたっけ、そのなんかインサートのところでなんかこれ大丈夫と思って、不自然すごい不自然すぎたのもあったし、あの箸上げの時に震えるなっておじさんが言ってたの皆さん知ってますか、映っててあれなんかテレビじゃ伝わらないぐらい、あのじゃあ分からないぐらい結構めちゃめちゃ大きな声で震えるなっていきなりそう言ってたから、めっちゃそれにびっくりして、多分すごい本当にね怖かったんですよ。待ってやばいこれ大丈夫かなと思って、なんか怖かった、すごいそれは本当にびっくりしたし怖かったし、
待ってちゃんとしなきゃっていうか、待ってなんかすごい、うん、やばいやばいやばいって一人でちょっとパニクってたそう怖かったんですよ。それが一番レミ的には怖くて、なんかおじさん近づいてくるのはなんか別になんだろう怖くはなくて、逆にやばいこれ目合わせちゃいけないなと思って、でもこれ目合わせた方がいいのかなっていう葛藤が頭の中であったけど、でも目を合わせずにちょっと前を向いてしてました。そうだから震えるのと止めてがテレビじゃ伝わらないほど結構迫力っていうか声の大きさだったんですよ。だからそれが怖かった。レミはそうめちゃめちゃさすごい一人で喋っちゃったんだけど、それでなんかネタバラシのところは映ってなかったんですけど、ちゃんとネタバラシされたのでそこは安心してほしいです。そうそう、これ言っちゃいけないものかなって思っちゃったし、それでディレクターの方がその坂下さんと陣内さんに歩きのシーンを撮りに行きますみたいな言ってて、それでなんか不自然だ、メインは不自然だなって思ったのが、なんかすごい全員大人の方が外に出られたんですよ。もうレミなんか嬉しすぎてほぼ半泣き状態だったんですよ。そうマジでやばいと思って、なんかずっと見てた番組だったし、なんかすごいさもう有名オブザ有名のだったじゃないですか。そうめっちゃキャーってなって、そうびっくりして、嬉しいみたいな感じになって、まさかすごい最初は友成っていう友達になりたいっていう番組っていうあれだったの企画だったんですけど、それはドッキリでしたみたいなそう、それでそれちゃんと台本もあってすごい細かく、まあ、普通の台本通り書いてあったから、そうだから何も疑ってなかったけど、なんか台本と違うなと思って、台本通りじゃないなって思っ
ったのがちょっと最初びっくりみたいな感じでした。そう、本当に本格的に書いてあった。そう、本当に嬉しかったですね。で、本当になんかびっくりしたし、なんかすごい、なんかこんなにも早くさ、そんなすごい有名な番組に出れると思ってなかったから、そうびっくりしましたね。すごいびっくりしました。ピーナとは仲良くなった？もともと仲良くて、それでそう、そう参院同士だし、もともと仲良くてよく喋る先輩で親しくさせてもらってて、だからすごいひなこちゃんと、ああ嬉しい、話しやすいと、話しやすいっていうか、なんかなんて言うんだろう、そうみたいな、だから仲良くなりました。はい、ひなちゃん、そうなんですよ。なんかもっと話したいことあるけどね、時間が時間なんだよね。友達から反響あった、聞いてほしくて、これなんか LINE、まあ、レミもともと友達が少ない友達が少ないって言ったらあれだけど、あんまり友達の LINE 持ってないんですよ。それで実際のところ友達もあんまめちゃめちゃ多いみたいな感じではないんだよね。ないっていうか、喋るは喋るけど、友達って言っていいのかなみたいな感じの人が多いから、友達があんまり多くないんですよ。そうだから LINE では3、4人ぐらいだったけど、いやそれでその次の日が懇談でお休みだったんですよ。そうで、まあ金曜日行くじゃないですか、だからそう、それで誰か一人ぐらいは言ってくれるかなと思って期待してた期待してたんだけど、ね、なんだろう、期待してたけどそう、一日がどんどん過ぎていくんですよ。で、終わりぐらいになって、待って、やばいやばい、待って、もう帰る時間だぞと思って、まあ最後までさ期待はしたいじゃんと思って期待してたけど、帰るまで誰も言ってくれませんでした。悲しい。でもまあそうだよねまあさ、まあ見てる、まあみんな受験生だしさ受験生だし、みんな勉強とか忙しいし見てないのかなと思うけど、でも見てくれてる子もいるじゃん、 LINE くれた子とか。あ、待って言ってくれなかったちょっと悲しかった。そう、いや結構悲しかったですね。ぼっちではない、ぼっちではない、ぼっちではないけど、そうなんですよ、言われませんでしたね。そう、でもなんか噂によると、なんか他のクラスでは話題になってたらしいそう、話題になってたらしくて、なんか、だってレミのいるところで嬉しいみたいな。そうだけど、なんかそう、逆に友達じゃなくてママとパパのお友達とか知り合いの方からすごい言われたらしくて、そう、見たよって、見たよ見たよ見たよ、めっちゃ可愛かったみたいな。そう、それをよく聞きましたね。友達よりもパパとママの知り合いの方が多かったです。はい、誰も触れられなかったです。いやー悲しかった。すごい、レミは、いやなんか誰か一人は言ってくれるかなって結構期待しちゃってたところがあって、やっぱり期待のしすぎは良くないんだなって改めて実感しましたね。はい、そう、レミのクラスは誰一人そんな話をしてなかったけど、でも他のクラスでは話してたらしい。そう、まあ確かに気を使ってくれたのかなみたいな、ポジティブに捉えるとみたいな。でもちょっと一人ぐらいは言ってほしかったなっていうのが本音ですね、私の。はい、まあだから3学期にでも、見てたら言ってほしい
大丈夫です、すみませんでした。そうだよね、すごいあのタワーがたくさん、嬉しい。紫さんありがとう、2つもありがとうございます。タワーありがとう、ありがとうございます。2つもタワー嬉しいです、ありがとうございます。本当にあとはすごいたくさんクリスマスの可愛いトナカイ、あ、さとちゃんさん、さとちゃんありがくまタワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます、イエーイ、すごいたくさんタワー嬉しい。以上かな、え、読み間違えたら読まれてないよだって方いませんか、大丈夫、大丈夫かな、そう、そんな感じでしただからちょっと悲しかったっていう、ははは、嬉しい、ありがとうございます、たくさんタワー、そうだからまあ気を使ってくれたのかなってポジティブに捉えようと思います。今日は私のお友達を連れてきました。あらららん、これは鹿、鹿だよねきっと、鹿です、鹿を連れてきました、イエーイ、大きいですよこれ、あ、トナカイだ、トナカイ、鹿じゃないトナカイ、イエーイ、バンビ、なるほど、めっちゃでかいよこれ、すごい、もうレミは予想をはるかに、トナカイかこれは、トナカイ、バンビ、バンビ、まあまあ何でもいいんですよこういうのは、バンビです、バンビ、角はこれです、そう、可愛くないレミの友達です、こちら名前は知らないけど友達、そう、えい、角が寝ちゃうんだよねこれ、そう、待って、そろそろ8時、えい、すごい、これ立つ、え、立った、すごい、これテーブルにとか床に置いたら立ちます、皆さんぜひ買ってみてくださいどこに行ってるか分かんない、あ、ママが買ってきてくれました、いや去年買ってきてくれたけどね、すごいよこの光景、そうです、そうです、とか、わかんない、どこで買ったんだろうこれは、わかんないけど、はい、そう、なんか話し足りない気もするけど、レミは昨日家族とクリスマスパーティーをしました。チキンにケーキを食べれて幸せです。そして毎年恒例の徳永家ではクリスマスプレゼント交換をするんですよ。そう、それでプレゼント交換をしたんですよみんなで、でそしたらお兄ちゃんのプレゼントが当たりましたイエイ、ね、内容中身はね、これ言っていいのか分かんないけど、お菓子でしたね。そう、お兄ちゃん、仲良くないお兄ちゃんからプレゼントでした。はい、そっか、そうそうそう、お菓子が安定だけど、パパはマグカップとかだったけど、なんかそう、仲良くないんですよ仲良くないキラキラ。それで昨日は幸せな一日でした。だからさ、昨日食べ過ぎて皮むくんでる顔レミはね、お菓子です、レミもお菓子、レミのやつはお姉ちゃんが当てりました。そうそうなんですよね、
今日はまだ食べてません。ではそろそろね、ちょっと早いですけど30分も経ってなくて、そろそろランキングを見たいと思います。すいません、ギフト読めてなくてありがとうございます。たくさん皆さんギフトありがとうございます。ちょっと読める範囲読もうと思います。吉成さん手袋ありがとうございます。縄手さん雪の結晶ありがとうございます。翔太さんハートありがとうございます。ティアさんスノードームありがとうございます。マジバナちゃんハートありがとう。ベアベアさんもハートありがとうございます。ティアさんハートありがとうございます。ドリピーくんさんめっちゃ可愛いありがとうございます。おーちゃんさんペンライトだっけ、ペンライトありがとうございます。あとは皆さんたくさん本当にギフトありがとうございます。おっちさんもハートありがとうございます。かなりんさんくまありがとうございます。ちょっとさ前髪気に食わないかな。そう、ではそろそろランキングを見たいと思います。なんかさ今日暗くない？気のせいかな、気のせいか、めっちゃお腹鳴ってる。ではランキングを読みたいと思います。13位吉成さんありがとうございます。12位かなりさんありがとうございます。11位ゆきたんとマークレミタのことがめっちゃ大好きさんありがとうございます。10位たけやさんありがとうございます。9位おーちゃんレミ組レミタの笑顔が大好きさんありがとうございます。8位ケネスさんありがとうございます。7位ティアさんありがとうございます。6位たかゆきさんありがとうございます。5位レイドさんありがとうございます。4位オチアットマークレミ組タウンシブ副部長さんありがとうございます。4位のりぴーくんアットマークレミちゃんラビューさんありがとうございます。ラビュー。そして2位サドちゃんアットマークレミタン、待ってやばい、レミタンレミークリスマス今日も最高に可愛いニャーさんありがとうございます。タワーもありがとうございます。そして1位は紫アットマークレミ組タワー支部部長さんありがとうございます。タワーもありがとうございます。感謝皆さん今日はありがとうございました。ではレミ、お、レミ組の方ですね。37位レモンハッシュタグレミ組さんありがとうございます。イエーイ。お、すごい、63位ナワテアットマークレミ組さんありがとうございます。すごい今日はレミ組、レミ組、いやこれのすごいたまたまですからね、仕組んでなんかありませんからね。ラスト9、皆さん今日もありがとうございました。はい。そう、すいません短くて、でも明日も配信するので楽しみに待っててくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。ではスクショ何がいい、そのがなんか今日暗くない、気のせい、待ってね、すごいラグい、大丈夫かな、これこれで明るくしてみますね。待ってめっちゃラグい、あ来た、ああって閉じちゃった、待って、何何明るさ、あなんかさ、あ来たんじゃないですか。今日もありがとうございました。では明日お会いしましょう。良いクリスマスをお過ごしください。バイバーイ、ありがとうございました。またね、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。いやーやばい、本当にラグい。